皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作意欲チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回のネタはですね、こちら、カセットテープなんですけど、こちら正式にはコンパクトカセットと言いますけれども、30代以上の方であればこちらは何かっていうのは分かってると思います。ただ、若い方でも近年のリバイバルブームで、見たり聞いたりしたことはあるかと思います。ただこちらのカセット、通常のカセットとはちょっと違いまして、はい、このようにケーブルがついてます。先端がですね、このようにステレオミニプラグになってるんですけど、はい、ここにあるようにカセットアダプターというものです。こちらのカセットアダプターなんですけど、音楽を聴くものであることに変わりはないんですが、1980年代から90年代にかけて主に車の中で使うことを前提に開発されたものなんですけども、1980年代後半から90年代にかけてカーオーディオにも CD が聴けるものが増えてきたんですけれども、まだまだデッキが高価で、車に標準搭載、標準装備とされるものはなかったわけですね。大抵がメーカーかディーラーのオプションで、カセットデッキに加えて CD が聴けるタイプのものを選ぶっていうのが、流れだったわけですけれど、車のデッキにはカセットプラスラジオしかないんだけど、手持ちでこういったポータブルの CD プレイヤーとか、90年代でいうと MD プレイヤーを持ってるんだけど、それを車の中で聞きたいなっていう時に使うのがこちらのカセットアダプターです。CD プレイヤーの、外部出力端子にこちらのジャックを挿して、でこちらのカセットを、カーオーディオのデッキに挿して、CD を再生すると、間接的ではありますけど一応 CD が車の中で聴けるというアイテムです。今回はですね、このカセットアダプターを車用途だけじゃなくて、こういったラジカセとか車以外のカセットデッキでも使えるように、これをですね Bluetooth 対応のカセットアダプターに改造してみたいと思います。Bluetooth 対応のカセットアダプターっていうと一応市販品が出てます。ただし日本国内の正規品ではなくて、海外からの輸入品になるんですけども、使い方としては当然音楽を聴くために、スマホとか、タブレットとかから音楽を Bluetooth で飛ばして、このカセットアダプターで、受信をして、カーオーディオで聴く、あるいは、Bluetooth なんで、スマホの電話のレシーバーとしても使える機能がついているものもあります。ただ国内正規品ではないので、やはり輸入されてくるものになると、3000円から4000円くらいの値段になってしまいますね。こちらのカセットアダプターは一応700円で購入したものなんですけど、これに Bluetooth の機能を追加する方法としては、Bluetooth の基板と、バッテリーを個別に購入して、その上で電子工作するっていうのがあるんでしょうけども、そうなるといろいろスキルも必要だし、難しい感じになってくるかなと思うので、今回はこちらを用意しました。こちらはですね、見てわかるかなと思うんですけど、Bluetooth の、ヘッドホンですね。主にジョギングなんかしてる時に使う、耳の後ろにかけて使うタイプのヘッドホンなんですけど、こちらであればね、中に入ってる基板とかバッテリーも小さいんで、こちらのカセットの中に収めるってこともできるんじゃないかと思って、今回買いました。こちら中国製ですけど、1000円で売られてたものですね。ただ気をつけなきゃいけないのは、こちらの Bluetooth のヘッドホンですけれども、こちらが日本国内で技適マークを取得していることが必要です。技適マークっていうと、SIM フリーのスマホなんかを購入されるときに、耳にされた方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、無線機器を日本国内で使用する場合には、
この機器が出す電波が、まあ、別な電波をこう阻害してしまって、まあ、通信に影響を及ぼしたりしてしまうと、まあ、電波法という法律に引っかかって、まあ、処罰されてしまう可能性があるので、まあ、ギリギリマークの入ってないものは使えませんよっていうことですね。じゃあですね、まあ、実際の作業工程はというと、まずカセットアダプターからケーブルを外しちゃいます。そして、Bluetooth のヘッドホンを分解して、中にある基板とバッテリーを取り出します。それからその基板からこのカセットアダプターのこの上のところにあるこのヘッドのところへ、必要な配線をします。それで出来上がりとなるわけですけど、じゃあ作業を始めていきましょう。まずはですね、こちらのカセットアダプターを分解していきたいと思います。分解に際しては後ろのネジを1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所、外せば外れると思います。まあ、これはカセットアダプターによってネジの重さが変わってくるとは思いますけども、まあ、精密ドライバー、まあ、一般的な精密ドライバーのプラスドライバーで、開けられると思います。では開けます。若干こう爪で止まってる場合があるので、それに気をつけて開けます。こちらのカセットアダプターはケーブルをどちらからでも出せるようにここが開くようになっているので、ここを開けて、中はこのようになっています。まあ、カセットアダプターなので当然、カセットのテープは入ってません。このケーブルから入力された音がケーブルを通ってこちらのヘッドの下の基板につながっています。でこのヘッドがデッキ側のヘッドと接触して、音が伝わるシステムになってますね。でデッキ側のヘッドを傷めないように、ここにはスプリングがついてまして、多少こう動くようになってます。まず最初の加工としては、まずこのヘッドとケーブルを外していきます。で、まあ、作業の邪魔になるので一応ここら辺についてる歯車とかは外しちゃいます。まあ、固定されてるわけではないので簡単に外れます。まあ、結局全部バラすっていうことですね。ちょっと移動します。まあ、こちらにちっちゃいバネがあるので、このバネをなくさないように注意します。ヘッドが外せました。でこの裏のですね、基板の裏にこう3箇所こうハンダ付けがされているところがあります。こちらがですね、音声の L と R、 そして、アースになるグラウンドの配線なんですけど、まずはこれを全部外しちゃいます。ケーブルの方を外せました。でもうこのケーブルの方はですね、使いません。続いて Bluetooth のヘッドホンの方を分解していきます。こちら割と複雑そうに見えますけど、結構簡単に分解できます。こちら4箇所ネジ止まってますので、ネジ緩めていきます。内部はこうなってます。基板とこの四角いのがこれバッテリーですね。こちらが基板になります。ここにあるのが Bluetooth のアンテナで、ここに銀の大きいのがありますけども、ここはマイクロ SD カードが刺さるようになってて、一応 SD カードの中の音楽も以上聞けるタイプのヘッドホンですね。これはで
こちらとこちらに、ベルト R の音声のケーブルがあって、でここにもう一本ケーブルがあるんですけど、こちら、はい、マイクになってまして、一応このヘッドホンは Bluetooth のヘッドセットとして、使うこともできます。ただ今回このマイクは使いません。そしてこの SD カードが入る部分も今回は一応使わないようにしようと思います。こちらの右端にあるのが USB 端子なんですけど、まあ、この製品に関しては最近あまり見ないこのミニタイプの USB の端子になっています。こちらが SD カードスロットで、ここにちっちゃい白いのが2個見えますけど、こちらが LED になっています。動作時とあと充電している時に点灯します。でこちらの耳に入るイヤホンの部分は今回必要ないんで、途中からケーブルカットします。はい、これ一応分解は終わったんですけれども、こちらのカセットの中の方で、こちら何本か突起が立ってると思うんですけど、これケーブルをこう這わせてた部分なんですけど、ここに一応基板を入れたいと思うんで、こういったものはもう必要ないんで、一応これ取り去ってしまいたいと思います。若干残った部分はカッターで削ります。あとはまあ基板とかバッテリーを置くにあたって邪魔なこういった仕切りとかを若干こう削っていく感じになります。はい、というわけで、内部の加工が終わりました。一応この辺の、突起をすべて取り払って、まあ、ここに、基板を置いて、でこの下側にバッテリーを置く感じにしたいと思います。次に、基板から出てるオーディオ出力のケーブルを、このように先端を二股に裂いて、で基板から出てるそれぞれの L と R のプラスの方、このケーブルでいうと赤の方なんですけど、赤の方はそれぞれ、ヘッドの方の基板の、この画像上、基板の、上のところに R のケーブルをつないで、一番下に、L のケーブルをつないで、で黒の方がこれ、それぞれのマイナスのケーブルなんですけど、これが一応あのアースになるので、日本はこれを、まとめてこの真ん中のところにつなぎます。はい、というわけで配線のハンダ付けが終わったので、あとは組み付けていきたいと思います。組み付ける前にちょっと一箇所削り忘れてたところがあったんで、まあ、カセットの向かって右上のこの辺なんですけど、基板入れた時にここにスイッ
チが来るので、このところにちょっと穴を開けておきたいと思います。はい、穴開きました。ちょっとまあ不揃いですけど、そこはまあ手作業の味ということで、こちらのバッテリーを一応基板から外します。はい、というわけで一応組み上がりました。まだネジは止めてないんですけど、まあ、一応この状態で、使えるかどうかちょっとテストしたいと思います。一応テストはナショナルのカセットレコーダーで行います。まずは本体のスイッチをオンにします。するとこちらのように、同期待ちになります。はい、無事接続されました。しかも音は出てますので、大丈夫だと思います。これで一応完成しましたね。音もクリアに出てるので、大丈夫だと思います。まあ、再生数機器によって若干音質は変わってくるかと思いますけど、まあ結構カセットで聞くよりもクリアな音が鳴ってるんじゃないかなと思います。これで一応カセットデッキさえあればどこでも音楽が聞けると、まあ聞けるというか、まあ一応 Bluetooth で音楽を飛ばして聴くことができるっていうことですね。はい、はい、というわけでこれ Bluetooth 化したカセットアダプターなんですけど、一応完成品ではありますけど試作品2号というところにしておきたいと思います。まあ、2号っていうのは実はこれ、もう一個あって、まあ、試作のために作ったやつなんですけど、まあ、同じ手順でこれも作ってます。まあ、改造の工程自体はそんなに難しくはないので、本当に電子工作の初心者の方でもできるかなとは思いますので、もし興味がある方は作ってみてはいかがでしょうか。ただし、まあ、動画の冒頭でも言いましたように、Bluetooth のメカの部分に関しては必ず技的の通ったものを使ってください。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございます。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画からよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。